レグニッツ川の中州に建てられたバンベルクのラートハウスレグニッツ川はドイツバイエルン州を流れる全長5 8トルの川でマインガーサガンの支流である。名前は西部スラブ語で川を意味するリーチャビカに由来する。マイン川とレグニッツ川及び周辺河川の模式図この川はフュールトでペグニッツ川とレドニッツ川が合流して生まれる。北西に向かいエアランゲン。 メーレンドルフ、バイアースドルフ、ハウゼン、ホルヒハイム、バンベルクを流れ、バンベルクの北西部ビッシュベルク地区で、マイン川の 384km 地点に合流する。レグニッツ川の渓谷を、この川と並行して、マインドナウンがアウトバーン A73、バンベルクとニュルンベルクとを結ぶ鉄道路線が走っている。レグニッツには、1250年から1400年の、 間にはすでに川沿いの高地を考えするための木製の水車が回り始めていた。こうした水車が初めて記録に残されたのは1413年のことであり、1805年にはフィールトとフォルヒハイムの間の約2 5トルの川筋に190基もの水車が作られていた。これは中部ヨーロッパのどの川よりも多い数である。レドニッツ川のものも含め、 シュバーバッハとホルヒハイムの間で約250機に達したが、その後、水車は近代的なポンプ施設に置き換えられていくこととなる。メーレンドルフ付近のレグニッツ川の水車水車とフルーゲルこの川沿いに多くの灌漑用水車が作られた理由は、この辺りの砂地の土地と厚く乾燥する気候の組み合わせが大量の灌漑用水を必要としたためであった。これに加えて、 下り勾配であるとはいえ、比較的平坦な川岸は、こうした水車を用いるのに向いていた。しかし、春になると起こる増水は、水車を回しすぎて破壊してしまう被害をもたらした。その一部が、今も、効力を持つ1963年のバイアースドルフの水力則によると、こうした理由から、水車は5月1日から9月30日の間に、限って運転することになっている。 ホルヒハイムの北では、レグニッツ川の航行のため、水車を用いることができなかった。水車の運転には、川を横切る木製の席が必要で、フリューゲルに設けられた通路の大きさにあった、せいぜい小さな漁船程度しか航行できない。漁師が船の通行を楽にするために、席の板を外してしまい、漁師と農夫との間で、トラブルの原因となった。 最も多くの水車が保存されているのはメーレンハウゼンの約10機でフュールトのシュターデルンにも1機ある。2004年以降エアランゲンの南西にあるアウフラフハビンスでも運転している。また最近ではニュルンベルクでもペグニッツ側で歴史的なモデルの水車を運転している。粉引き車を思い起こさせるような重厚な木組みの水車は現在は夏の初めに組み立てられ。 シーズンの終了とともに格納される。一部の水車は周辺の湿ったビオトープを保持するために機能している。それはこの地域に生息するシ,バシコウの多くにとっての餌場を保護することになる。やや縮小して復元された水車がバート・ビントスハイム・フレンキッシェ水車博物館で見ることができる。ショーベネツヤと呼ばれるレグニッツ川沿いのバンベルクの街並み。ありがとうございます。